どうしてシスターに？今日のお話はシスターアントニエッタ、脇山陽子さんのお話です。幼い日から望みを育まれて、私は先輩シスターからこんな話を聞きました。あなたの家に浜子さん、姉をもらいに行ったら、お父様が、あの子はもう決まっているのでダメだけど、この子でよければ連れて行ってください。って、あなたのことをおっしゃったの。それで私は、まあ、お父様、このお子さんはまだ小さくて、と申し上げたんですけどね。あなたは恥ずかしそうに私たちを見てたのよ。本人は何も覚えていないのです。父とそんな話があっていたとは。しかし、恨めしそうな顔をして見ていたこの子のために、シスターたちはずっと祈ってくださっていたに違いありません。それから10年後、私は修道院に入る恵みをいただいたのです。私が育ったのは、佐賀県の小さな島。果てしない海と、限りなく広がる青い空との間に位置する限界の孤島、段々畑。宗教一色のこの島は、名画、ミレーの晩鐘の風景のようでした、と、ある人は紹介しています。神のお望みならば、自分たちの家庭から、司祭や修道者が出ますように、と、熱心に神に祈っていた両親を忘れることはできません。照明について真剣に考え、祈る雰囲気が家庭にも教会にもありました。そういう恵まれた環境の中で、私も神様のために生涯を捧げるシスターになりたいとの思いが次第に強まってきたように思います。とは言っても15歳。修道生活についてほとんど分かっていませんでした。しかし、白百合の方向という本との出会いは、修道証明への望みを強める機会となったと思っています。その本は、マリアの宣教者フランシスコ修道会のシスター、マリア・アスンタの伝記でした。私は夢中で読みました。シスター・マリア・アスンタの神への愛と委託、宣教への熱意に感動したのを覚えています。聖パウロ女子修道会との出会いは中学3年生の時でした。二人のシスターが私たちの学校を訪問し、修道院の生活について話してくださったのです。話の内容は忘れてしまいましたが、シスターたちの何とも言えない微笑みが、私たちみんなを嬉しい気持ちにしてくれました。神様は、この会に私を呼んでくださっているのではないか。このシスターのところに行きたい。中学を卒業したら、実は、私は高校受験を失敗しました。父は、神様が呼んでくださっているとき、答えないと、照明をなくすかもしれないからね、と、私を励ましてくれたのです。4月2日、私は喜んで修道会に入りました。